しんどい時が伸びる時、どうも猫ちゃん出演坂です。吉田です。お願いしまーす。シャキーン。またゲストを呼んでおります。はい、もう僕らのゲストって言ったらもうあの人しかいないですよ。登場していただきましょう。こちらの方です。どうぞ。パンにしたい。来い。来いってない。来てくれたよ。お願いします。ありがとうございます。言ったら僕たち筋肉芸人じゃないですか。筋肉芸人はやっぱりこう体張ってなんぼっていう感じがあると思うんで、はい、今日は激辛焼きそばをタイムトライアルで食べたいと思います。なんか辛いやつです、うん、まだプラスされます。こちらね、激辛ソースございます。はい、でこちらにサイコロがございます。このサイコロを振ってですね、もしまあ6の目が出たら、この出来たての焼きそばにこの激辛ソースを6滴ポン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 と、遅かった人にはもう罰ゲームがまたございますんで、うん、はい、うん、はい、そちらの方ちょっとやっていきましょう。はい、はい、さあ、ということでまだゲストを呼んでおるんですけども、うん、まだ来てないよ。まだ来てないですよ、うん、西ダックスくんをね、うん、まだ迎えて、企画の内容は、うん、むちゃくちゃ激辛の焼きそばを、うん、タイムトライアルで食べて、シンプルやね。シンプル、うん、ただ普通にやりますか僕たち。西ダックスの巣は何ですか。西ダックスの巣はオスの巣です。その通り。ということで今回はですね、また西ダックスをドッキリにはめたいと思います。まあこの激辛焼きそばを食べた後、うんうん、辛いんでやっぱり、うん、普通の水とかよりも牛乳で中和するっていうのを聞いたんですよ。はい、なので、うん、今回ちょっと牛乳に細工をしまして、うん、牛乳の中にもう 100% のお酢をぶち込めと用意しました。まずメインのお酢ね、うん、はい、うん、で、牛乳、うん、はい、ということで入れ終わりました。ちょっと持ってみていくあさあ、これを分かりきってるやん。そちらの方、ちょっとやっていきましょう。はい、さあ、ということで、1番目、僕からこんな色ですね。でサイコロを振って何プッシュか決めたいと思います。いきます。うん、3、やんねんな。1、うん、2、うん、3、はい、混ぜてスタート。いただきます。あれ、あー、やばい。怖い、あー、ほんと怖い。あー、これ、あかん、一気に食った方がいい、これ。次は僕が1分10秒でしたね。はい、次吉田君、はい、2番目でございます、うん、サイコロ振ってください。はい、いきます。はい、1 6 じゃあな、せっかくやからな、はい、やっちゃってよ。いいよ。1 2 3 4、もういいよ、もういいよ。おい、6っつって6。さあ、ということで吉田君の挑戦でございます。スタート。いきます。暑いからね。あー、辛い。ないな。すんごい辛い。アイドルみたいにやんなよ。こいつ遅いぞ。あー、こいつ辛いの3つやん。うん、でもうまく はい、はい、口の中ね、ペーね。あ、はい、ということで、はい、タイム
は1分33秒です。早く牛乳。まあ、さあ、ということで、あなた1分33秒でございますね、はい、私は1分10秒でございます、うん、今のところ私が1位です。くそ。さあ、1分33秒以内に食べたら吉田くんの負け、33秒以上になってしまうと西田くすくんの負けで、はい、罰ゲーム決定してしまいます、うん、罰ゲーム何ですか。罰ゲームはまた後ほど発表させていただきます。その前にはっ、こちらのサイコロを振っていただきましょう。6出せ、6出せ、いやっ、はい、3、3よね、3 いきます、はい、1 2 おい3 あスタートー、いただきます、よいしょ、お、いいね、いいね、うん、すすったらやばい、ね、うん、がきついですね。いや、こっちでしょ。ということで、西ダックスに数百パーセントを飲ませてみたでございました。では次の動画でお会いしましょう。さよなら。次は絶対来ないとか言うて、ほんまに来てくれへんの、来る。待ってます。